南淡路市では藁で作った大蛇を担いで地域を練り歩き、1年の無病息災と豊作を願う蛇供養が行われました。蛇供養は南淡路市四通安住寺で500年ほど前から続く伝統行事で、地元住民が今日稲わらで直径30センチ全長11メートルの大きな蛇を作りました。この行事は江戸時代に田んぼを荒らす大蛇を領主が退治したところ、不作が続き疫病が流行したことから、たたりを鎮める供養として始まったとされています。住民らは地元の小学生と一緒に大蛇を担いで町を練り歩き、ご利益があるようにと立ち寄った家の人の周囲をぐるぐる回っていました。元旦から能登地震、羽田の航空機事故等が続いてますから、やはり安全で平穏無事な1年でありますようにということが最大の願いたいことです。どう思った？しんどかった？重たかった。楽しかった。最後に大蛇は頭を今年の恵方である東北東に向けて大きな椿の木に巻きつけられました。